だったよね、はい、そんぐらい残念だったよってことね、まあ、でもライブの合間とか、はい、ライブ終わりにまた館内でね楽しんでいただければと思います。はい、はい、行きます、もう行きましょう、もう時間、え、行った準備 OK なんですかね。まだ7分もあるんすか。え、そんな早く出された、俺は。そうなの。あ、そうなのね。あ、そうなんだ。あ、じゃあ縁起物ということで獅子舞を。好きすぎ。3分あったよ、ね、もう3分きついでしょ。あ、そうなのか、はい、そうかそうか。え、いろいろじゃ聞きます。あ、そうですね。今日どこから来たか聞いてみましょうか。どっから来たんですか。いや、違う、ストレートの人。宮城県の人。ああ、まず県内の方、宮城県内の方、あ、やっぱ多いですね。はい、ありがとうございます。今回、関東から。ああ、ありがとうございます。東京だよ、東京。いや、でもほらちょっとね、昨日地震もあったじゃないですか。あっちのね、石川の方から来てる方って今ちょっと電車とかも止まってますし、来たくても来れなかった方ももしかしたらいるかもしれないですけど、そっち方面の方います？さすがに来れないか。そうじゃない、そうだよね。なんか外国の方が見えたんですよ。ほら、あ、あれ外国じゃないの。じゃないわけないでしょ。じゃないわけない。え、名前いいですか、聞いて。お名前、え、石、石じゃない。ニックネーム、ニックネームでいいです。うん、おつまみ、おパピ、おパピ、おパピ。え、今日はなんか誰を見に来たとかあるんですか。おお、あ、今日 どちらからですか。どこから来たんですか。関東から。あ、すごいね。すごいね。一番遠くから来た人、どこから来てるんだろうね。はい、あ、関東より遠いって言ってるかな。バンコク。え？本当明日帰る？バンコクへ。でも、え、今日はどこから来たんですか。宮城に泊まって。空港から東京から来て、昨日東京、すげえ、一昨日東京来て。でも どうでもいいわ。そんな細かい。でもバンコクに帰るんだ。おお、そりゃ遠いです。バンコクより遠くから来てる人います。さすがにいないよね。さすがにいないよ。すごいね。すごいですね。ああ、え、ななみちゃんは、はい、お餅を食べました昨日とか。昨日食べました。ななみちゃんってどういうお餅食べるんですか。どういう餅。いや、じゃあ、なんか食べれそうなイメージあるよ。めっちゃ食べますよ。でも納豆餅食べました。納豆餅、うん、あ、納豆食べるんだ。大好きですよ。おお、あとは、え、納豆だけだって。はい、納豆餅だ。あとは、だっていろいろあるじゃん、お雑煮とか。お雑煮は汁だけ飲みました。歯じゃない、歯はやめろ。餅をよけて。まあ納豆餅があるから、そのお雑煮の餅はいらないかなと思って汁だけ。じゃあめっちゃ食べるの嘘じゃん。何個食べたの。1個しか食べたの。それでよくめっちゃ食べますって言うの。いや、でかいの。あの、そう、薄に入ってるそのに納豆ぶち込んだんだよね。なるほどね。うん、1個がでかいやつね。1個がでかいやつ。そうなんだ。今年のなんか目標とかあるんですか。今年の目標は、でも楽しく。でも何も言ったのにね。でも言った方がいいかもね。はい、でも楽しく、あの、仕事を頑張りたいなと思ってます。はいはいはい。あ、でも目標、でも免許取りたいなみたいな。おー、フォークリフトの。違うよ、走行内で働かないよ。車ちょっと持ってないんだ。持ってなくて、なんか結構取らないのっていつも言われてるんですけど。誰に言うの。結構いろいろ周りに言われてるけど、なんか友達が取り出したりとか、うん、結構周りで取ってる人がいて、ちょっと自分も今年の目標にしようかなって思ったんですか。難しいんじゃない。どうなの、そういうの得意。絶対無理と思います。マリオカートとか超下手なんで。
関係ない関係ないマリオカートで知識だからね、道路交通法の知識と、ね、運転技術必要ですから。あ、そっか、うん、きっかけがあるもんね。あいつね、そう、わちょっとマークね、これ足してこれなんだって言いたいわ。あ、聞きたかった。そう、道路交通法勉強してないでしょ。だってそっかそっか、うん、え、マニュアルオートマチックとかあるじゃん。わかんないわかんないよね、はい、え、ちょっとこういうやつハンドルは、ハンドルちょっと握ってみる。ハンドル運転の真似してみて。え、うん、甘やかすな。可愛いってどういう車乗りたい、こういう系乗りたいみたいなのが。ないです、何でもいい。買ってあげるよ。ハマーとかね。そう、それと軽自動車、ちょっと可愛いやつ、ルパンの運動のやつとかさ、あるじゃん。うん、買う。トヨタのヤリスって言わないと。CM でさ、CM でさ、本当にこだわりなくて。色とかさ、こういう色のに乗りたいとか。トヨタもう。まず免許取ってね、はい、うん、そっか。黄色は、黄色信号は、青信号は止まれ、進め、青は進め、そう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 、赤は止まれ、止まれ、黄色はもうちょっとで赤になるよ。カウントダウン。赤になりきれなかった色ね。そう、結局なるんだから最後赤に。でもこれから気をつけてね、でもね、はい、取ったとしてもね、そうだ、うん、学科何回落ちるか楽しみだね。落ちないですよ。一発でいける、ね、確かに、はい、さあどうでしょうか、準備は、あ、お、はい、OK ですね。お、あ、もうちょい、あれ、あと7分あるって言って、きっちり7分確かにね、すごいです、はい、あ、ちゃんと撮ってくれてる。お、ありがとうございます。いない方がいいってこと。いない方がいいんでしょ。いない方がいいんだから。我々俺を撮ってくれてるの、うん、ちょっと事務所 NG です。ソロはちょっとだって今こういうふうにやられてましたよ。君だぞ、フリーキック前みたいな。ちょっと待って、すごいバズーカ砲みたいなのいる。すごい、え、それこの辺にそれあれじゃない、水中カメラとかじゃない。こうやって OK、 多分今の一人さんの方の値段だけ聞いてもいいですか。最後いくらしたんですか、その総額。100円かもしれない、円かもしれない。120だったよ。お、車買ってあげなよ。そのお金でアルちゃんの。そうね、ちょっとしたやつ買えるからね。そうですね。じゃあここまでね、はい、写真はね、場所まで、ね、そうですね、はい、これからライブ始まります。はい、ではお待たせいたしました、はい、では皆さん行きましょう。イービンズ初夢ライブ、まずトップバッターはアイスパイの皆さんです。どうぞ。